シュンとミナガとミナガシュンは日本のピアニスト。ポルトガル、スペイン、ドイツで育った日本人ピアニスト。音楽高校在学中より数々の国際コンクールに入賞。マドリード王立音楽院時代には2年間コンクールの副賞としてスペイン各地でソロリサイタル室内楽コンサートを開催。その後、ドイツフライブルク音楽大学に進み、 旧ソ連を代表する伝説的ピアニスト、エミール・ギレリスの時期弟子、フェリックス・ゴットリーブに指示、同大学ソリストクラスを卒業。ドイツでも国内ツアー、オーケストラとの共演など幅広く活動。2010年帰国後は異色のピアニストとして期待を集め、2014.15年、17年、東京オペラシティリサイタルホールにて連続リサイタル。 2016年からは、サノウリアムで、ソロリサイタルシリーズを開催。ソロ演奏のみならず、オペラ伴奏、室内楽、コンチエルトにも高い評価を受けている。卓越したテクニック、ヨーロッパでの豊かな音楽経験が授けた多彩な、音色表現、完成度の高いポリフォニーは、今後のピアノ界において、貴重な存在と評されている。 イングリッシュ・ポーチュギーズ1982年5月、東京で生まれる。ありがとうございます。